かったと思うよ。すみません、 MC なのでちょっと下がっていただいていいですか。改めまして、ゆめみでーす。新宿駅をご通行中の皆様、お仕事、学校、お疲れ様でーす。このようにですね、週に何日か路上ライブをさせていただいてるんですけれども、本日は、先ほどの曲が最後の曲となってしまいました。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。本当に私も気に入っている曲で、今伝えたいこと、歌いたい歌、そういうものすべて詰め込んで、歌わせていただきました。しかも2曲目が振りになってるんですね。ちょっと静かにしてください。いいですか、MC 中なんで撮らないでください動画。先日とあるお客様との MC 中のやり取りが SNS 上で拡散されてしまいまして、でその動画がいわゆるバズるっていう状況に陥りまして、そのやり取りを見たくて、私の路上ライブに足を運んでいただくっていうことが増えたんですけれども、そういうお客様が増えたんですけれども、本意ではないので、私は私の曲、歌を届けたくて路上ライブをやっていますので、あとこちらとしてはですね、載せること自体は構わないですが、許可取りをしたこういうことを言われているので、許可取りはこういうこと、笑わないでください。仕込みじゃないです、お笑いとか分かりません。ちょっと静かにしてて、許可取りだけ、許可取りとかじゃなくて、今 MC 中なんで、はい、まあ何でせよこうやってね、笑って喜んでいただいてるのは嬉しいんですけれども、私の歌を聴きたいよという方はそちらにチラシございますので、来月ライブのちょっとやめてください、メンバーとかじゃないのでお客様ですよね。お客様です。はい、というわけで来月ライブが渋谷でございますので、ぜひチラシを、受け取っていただけたら幸いでございます。それでは皆様、今日はお聴きいただきありがとうございました。ゆめみでした。ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。ゆめみちゃんさ、今日新曲本当に良かったと思うよ。あ、ちょっと今話すとまた仕込みとか言われちゃうので、お帰りいただいても大丈夫ですか。まあ、それはね、見る方の自由っていうのもあると思うよね。ちょっとさ、本当にやめてくれますか。何が。歌を聴いてもらいたいんだけど、そのゴンちゃんとのやり取りがさ、なんかメインイベントみたいになっちゃってるから。いや本当にね、ゆめみちゃん歌唱力どんどん上がってて。いや分かってるよ、私だって努力、嬉しい、いや私も努力してるし、みんなに聞いてほしいから練習してるけど、結局そのゴンちゃんとのさやり取り、お客さんとの MC 中のやり取りを目当てに来てる人がいっぱいいるから、だからやめてねって言ってるの。でもさ、そういうさ望まぬ形だったとしてもさ、その目の前に来たチャンスをどうやって生かすのか、その本人次第なんじゃないかな。いや、そうかもしれないけど、それをさ、きっかけにさ、歌が聴いてもらえるかもしれないっていう考え方にはならないかなっていう考えもあると思うよ。いや、つなげられることだったらね、私もつなげていくけど、このお客さん、一お客さんとのやり取りをさ、バズらせたって、やっぱ歌にはつながってこないと思うのね。やっぱ歌がいいなって思って、それがこうバズることが私の夢ではあるからさ。合格。何が合格？ゆめみちゃんにはそういうスタンスでいてほしいなって思ってたから、いいと思う。もう疲れた。もう本当にさ、曲聴いてる時もさ、もう早くお客さん乱入してこないかなとかいうひさす声とか聞こえてきたしさ。こっちも困ってんだよね、本当に。だからライブには来ていいけど、路上ライブに来るなって言ってんじゃん。いや、それはファンとしてさ、その屋外とか屋内とか関係ないんだよね。その屋根があるかないかでさ、ゆめみちゃんのことを測ってるわけじゃないから、それは関係ないと思う。今日仕事してきた。めっちゃ入力してきたよ、今日。データ入力？データ。お疲れ。え？これ私今飲酒してないんだけどさ、禁酒中なんだけど、差し入れいただいて、ほろ酔い。お酒？お酒。お疲れ。まあ、一応二人とも一仕事終えたってことで。いや、ありがとう。こんちゃんお酒飲めない？飲めるよ。この前テキーラいっぱい、テキーラいっぱい飲めんの？意外。テキーラはね、
本当に水筒とかにたまに入れたりもするぐらい。マジで？うん、それバレない方がいいよ、仕事。うん、まあそれ うまくやってるから。そのあのさ、ゆめみちゃんってさ、これからどうなっていきたいの？だから、歌聴いてほしいよ、いろんな人に。で、ゆめみちゃんはさ、そのさ、路上でさ、終わりたいわけじゃないでしょ。いや、もちろんそう言ってんじゃん。Mステも出たいし、紅白も出たいし、もうたくさんの人に歌届けたい。うん、だったらさ、やっぱそれにさ、そういう近づくためにさ、なんかやってんのっていう話。いや、だから TikTok もやってるし、YouTube もやってんじゃん。でもさ、それがさ、そのゴンちゃんとのやりとりでバズっちゃったら意味ないよね。だから、それをやりたくないから、そうなりたくないから、MC 中に話しかけてこないでって言ってんじゃん。それは確かに一理あるんだけど、そのもっとさ、その歌を聴かせるためにさ、やるべきことがあるんじゃないかなって思うんだよね。それはさ、自分で頑張るからさ、まあ、こういうやり取りしてるからさ、拡散されちゃうんでしょ？確かに。どうもありがとうございました。お酒無理しなくていいからね。無理してないよ。てかさ、ゴンちゃんさ、路上ライブしてる女性シンガーのところにいろいろ行ってるでしょ。いや、そんなことない。私のとこ以外にも。いやいや、それゆめみちゃん単押しだよ。単押しとかじゃなくて、アイドルじゃないから私、シンガーだから。いや、それ別に分かってる。それは歌が好きでゆめみちゃん追っかけてるだけだから。いや、ゴンちゃんのさ、あの X、旧 Twitter のプロフさ、読んだけどさ、地下アイドルと女芸人と路上のシンガーをしてるでしょ。応援してんでしょ、可愛い子たちばっかり。いや別にそれはたまたまさ、なんかいいなって思った子がたまたま可愛かっただけだから、別に可愛い子を追っかけてるんじゃなくて、たまたま可愛かっただけだから。それはそんな早口になるってことはさ、図星でしょ。なんかさ、あのお笑い芸人の女の子の出待ちとかしてるみたいだけどさ、全員可愛いじゃん。それ別にたまたま面白かった子が可愛かっただけだから、別に可愛いから面白いってわけだと思う。女性シンガーもさ、路上でやってる子も全員若い女の子じゃん。ああ、溺れそう。酒に溺れそう。飲まなくていいから、無理して。うめえ。まあ、いいんだけど、なんか、私もさ、実力を認められたくてやってるし、アイドルの子も、まあアイドルの子はさ、まあ応援してもらうっていうのが仕事だからいいんだけどさ、シンガーとか、芸人さんとか、笑わせたい、歌を届けたいって思ってる人たちにとっては、まあそういう横島な気持ちなのね。そういう、つながりたい欲っていうか、ガチ恋そういうのって。調子乗んな。何？俺、ゆめみちゃんにガチ恋なんてしてない。あ、じゃあそれはごめん。それはごめんだけど。俺は純粋にゆめみちゃんの歌がいいと思ったんだよ。ゆめみちゃん、初めてさ、そうやってさ、路上のシンガーのさ、歌で立ち止まったのがゆめみちゃんだったんだってば。それは嬉しいよ。それも本心だと思ってるよ。それはさ、横島って言われてさ、あの、ゴンちゃんがどんな気持ちになるか考えたことってありますか？嬉しかったよ。ゴンちゃんがさ、大丈夫？ゴンちゃんがさ、DM で、まあ、曲の感想とかいっぱい送ってくれたじゃん。頑張ろうって思ったよ。だからこうやってフォロー用もあげるしさ。だけどその後、カカオトークの ID 送ってきたじゃん。それはまた、それじゃん。LINE ID とかでもなく怖かったよ。それはだからたまたまだってば。それは間違えちゃったもん。まあじゃあ頑張るけど。でもさ、そのなんか、まあ若い女の子に好かれたいんだったらもうちょっと服装とか考えたら？いや、それはあの完全に余計なお世話です。まあ、黄色い帽子もさ、ファッションによってはいいと思うんだけど、あ、これはあのこだわり持ってやってます。あのこの黄色い帽子はあのそのマスタードカラーではなく和からしのカラーを探して見つけたこの帽子をずっとかぶってます。マスタードと和からしって色違うんだ。マスタードと和からしは違います。これは和からしカラー。ね、酔っ払ってる？酔っ払って…酔っ払いすぎるって。大丈夫？酔っ払ってないから。てかゴンちゃん怪我してんじゃん。あのこれはね、あのこの前代々木公園で昼寝してたらさ、あの額の上にドローンが着陸して、まあそれで負った怪我です。嘘でしょ絶対。誰が男だよ、男らしいって。はぁ？とにかくさ、そのゆめみちゃんは歌がいいって言って。い
や、分かってるよ。私も自分の歌がいいなって思うからやってるし、努力もしてるし、ありがとね、それは。だからさ、その変なさことはしないから、あのこれからも応援させてほしいんだよ。ま、うん、それはいいんだけどさ、 MC 中に絡むのだけやめてね。はい。あとゴンちゃんもさ、そうやってさ、いろんな人応援して行動力あるじゃん。その力を仕事に生かしたら、バイトじゃなくてさ、食べるらい。は？酔っ払ってんの？何の話だっけ。情熱があるんだから、もっといろんな仕事さ、例えばステージの裏方とかさ、やってみればいいじゃん。あ、マスタードよね。うん、酔っ払っちゃったか。あ、いいよいいよ、それ私捨てとくから。あ、大丈夫。あのこれからテキーラをあのついばみに行くから。口ばしないでしょ。じゃあそろそろ帰ろっかな。あ、京王線あっちだから。ゴンちゃん京王線でしょ。ありがとうございました。そっちじゃないよ。そっちでも行っか。お疲れ。